お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クララッシュララやってるんですけど、今日はね、こちらの、ラファダックネデッキをね、使っていきたいと思います。本当は僕こんなデッキ使いたくないんですけど、このデッキですね、世界大会でも使われまして、今ね、グラチャレの方で勝率ナンバーワンというところで、めちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いということでね、しゃーなしでね、はい、使っていきたいと思います。マジで今、ダックネが使用率めちゃくちゃ増えてて、ジャイダクネ、ゴレダクネ、エリゴレダクネ、ラバーダクネ、メガナイトダクネ、みたいな。もう、とりあえず、ダクネ入れとけば勝てちゃうよ、みたいな感じに、ね、なっております。で、まあ、その中でもですね、こちら、ドラドラ、そしてバーバリアン、なんかポイズンがいい感じになんかね、なっておりまして、すべてのダクネデッキの頂点でございます。ですので、相手多分ね、結構、やってると、ダクネ率が高いんですよね。今日ラッターカーでマルチやってても、なんかね、10戦中4回ぐらいがゴレで、まあ、全部ゴレダクネなんですけど、全部初手ゴレなんですけど、まあ、ちょっと経ったらね、絶対こう、後ろからダクネがピューンって出てきてね、多分おられてみたいな、若干カリカリしましたね、マジで。ダクネ、僕、強いから、まあ、使うっちゃ使うんですけど、普段、まあ、そんな使わないんで、そう、まあ、加工してくれて結構って感じなんですね、僕としては。で、これ、相手何も出してこないちょっと困るんですよね。舞台に乗った英雄さん。ホグライダーのことかな。なんか、面白い名前ですね。舞台に乗った英雄さん。はい、という感じで。まあ、ラバ出して、基本的にその後ろにダークネクロを咲きたいんですけど、いないっすね、ダクネが。で、相手ベビドラだけで待つってことは、まあ、普通に考えたら大型。まあ、ラバかゴレか。同じような対決になるんですけど、まあ、2倍に入っちゃえば、相手にダクネ出されても、こっちはポイズンで、まあ、溶かせますので、まあ、1分になる瞬間ぐらいにラバ展開して、逆サイ来てもね、このデッキの強みはね、バーブリアンがね、すごいんですよね。こう、影ですごい活躍しておりまして、こうラバーでね、裂いた瞬間っていうのがね、やっぱり大型ってピンチになりやすいんですよね。なんですけど、これね、黄色いね、帽子かぶった5体の勇者がね、逆サイド全部防衛してくれますので、まあ、今回ね、たまたま相手がゴーレムですので、まあ、逆サイ来ないんですけど、ここね、ババだけでこう、防衛して、自然とね、両サイドカウンターとかになりますので、来ましたね。勝率ってか使用率はわかんないですけど、マジダクネ、俺の嫌いなね。ちなみに俺の嫌いなね、ダクネは。よいしょ。これ多分溶かせるんじゃない？あ、ライトニング取れましたね。まあでもここのコウモリがいい感じに働いておりまして、いや、ここね、一回待ちますか。一回待って後ろから行きます。後ろから行ってインドラで、まあさっきバーバリアン出してもよかったらすごい悩んだんですけど、まあ、オッケーオッケー。今回、ウォーレムに対しては、インドラで溶かせなさそうであれば、バーバリアン出して、ちゃっちゃ溶かしたいですね。こう、ポイズ打っちゃって、アイスイーズがいるんですよね。あ、入ってない。アイスイーズが入ってない。オッケーオッケー、まあ。こう、ポイズに浸っているうちに、タルババでね、ちょっと処理したかったですけど。で、ここね、ちょっと相手のボール、うまいですよ。このインフェルノドラゴンは相手きついんですね。トルネード使いましたので、ここのディガーが相手は結構苦しいんじゃないでしょうか。さあ。オッケーオッケー。で、ここはアイスイズと、これ一緒に美味しくいただいて、オッケーオッケーオッケー。ここはもうインドラで焼いちゃおうかな。インドラだけだとトルネで剥がされますね。これいきますよ。3コストルネ。今度かい。まあ、回ってなかったかな。オッケー。バーバリアンで溶かします。そうなんですよね。バーバリアン。これが強い。さあ来ました。相手はゴーレムを裂きました。ですので、後ろからね、なんかを裂くしかありません。まあ、ダクネとかアイスイーズをこう適当に出しながらかな。オッケー！勝ちましたね、これはもう。このダクネがね、相手辛いと思いますね。よいしょ。でも、もう来ますね。ここもう溶かしちゃいたいですね。ポイズンプラスの、まあ、タルババでね、溶かしつつ、オッケー。インドラも出して、相手はあんまコストないと思いますので、オッケーオッケー。お願い。オッケーオッケー。ゴーレムの爆発さえ溶かせれば。まあ、あとはね、いけいけどんどん !2 周目しかもこの、1周目のダクネが残ってる。もう事件ですよ、マジで。で、これダクネこうやってつけてあげるとね、勝手にコウモリこう、生成してくれますので。いやー、ちょっとね。そ
そういうことですね。まあ、グラチャで勝率 71% ですので、まあ、10回やれば7回は勝てるよと、言った感じですので、はいはい。ぜひね、グラチャでやる方、まあ、普段やらない方もね、ぜひこちらのデッキに使ってもらえればいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、ラバ対決とかでも、これ世界大会で、このデッキ対、まあ、ラバドラドラのダクネなしがあったんですけど、まあ、やっぱダクネある方が勝ってましたね。まあ、ダークネクロンやっぱポイズンとかね、ファイアボールとか打っちゃうと、ドラドラがね、空2体残りますし、バーバリアもね、生きてきますしっていうので、まあ、結構ラバデッキなんですけど、こう、中型スペルですね、ファイアボール、ポイズン、ライトニングを、まあ、枯渇させる要素がちょっと多めっていう、ラバデッキですね。まあ、ダクネが強いだけなんですけどね、正直。来ましたね。さあ、マッチングね、ちょっと長いっすね。まあ、ちょっとカットはしているんですけど、マッチング時間長すぎてね、本当に長すぎるんですよ。まあ、やっていきたいと思います。ソーリーっていう名前ですね。謝る人います？名前で。どんだけ悪いことしたのこの人。いや、やばいよね。名前が自分、ごめんなさいってことをしよう言ったら。まあ、それだけ、なんかね、あるんでしょうね。ボコボコにします。謝ってますけど、この人。はい。で、マジ、これ、すごい咲きにくいんですけど、オッケーオッケー、来てましたね。まあ、このディガーに対しては、ダメージ入っちゃうんですけど、バーバリアンで咲いちゃうと、ちょっとね、よろしくないですね。まあ、ディガーがメインなことってあんまりないので、その、ジャイであったり、まあ、他、まあ、なんか、であった時のようために、バーバリアンね、ディガーにはね、あんま使いたくないかな。これもポイズンの咲いちゃいますね。これ多分、破裂して、こうベビドラも処理しつつ、まあ、パピに2体ぐらい当たってないかな。おい、素晴らしいポイズン。ん？結構当たってなかったです。まあまあまあ、ここね、ここ本当はケツラバしたいんですよ。ここ。けど、今ね、待ってなかったんで、1回ディガーでね。で、まあでも、このね、バルキリーも結局、美味しくいただけるんですね。ラバ出して、まあちょっと経ってね、ちょっと経ってダークネクロ出して、このバルキリー回収して、気づいたらね、ラバの後ろにコウノモリいっぱいみたいな感じですね。はい。よいしょ。これ強いんですよね。普通にニコスのコウモリ、サイダーと一緒ぐらいコウモリ出ますので、このインドラちょっと厄介ですね。僕リセット系がないんで、まあ、ボーポイされる、まあ、ここは一回捨て、うおなるほどね。ラバ対決勝とうと。なるほどね。危ない。危ないって入っちゃってますけど。いやー、この人ね、ヤノメポイズンのインドラ。ちょっと泣きたいですね。ちょっと泣きたいんですけど、まあ、まだ参るんではないでしょうか。これあれっすね。ベビドラから先にインドラで焼いちゃおうかな。うわ、すげえ攻めてきますね、相手。で、ここ、低めに、そう、ポイズン当たらない位置にベビドラとか出して、うわ、飲め！え？やばいんだけど。ちょっとピンチな。オッケー。なんか良くない？で、ここね、めっちゃ後ろから咲くんですけど、ワンチャンス、まあ、インドラで多分受けてくるから、速攻こっちのインドで戦わせて、ヤナアメ打たれて、え、これは違くない？ちょっと待って、なんか、女性っぽいけど、軽く。あ、でも、聞いて？これ、ダクネがね、ちょっといい味出してない？これ出してるよね？今すごかった。いや、もう一発、お願い！気合を見せてくれ！お前は天才だ、ダクネ大好きだ、嫌いだけど。よし。ごめんなさいね、はい。マジで、ダクネがね、いい味出してましたね。今のダクネなかったら、まあ、多分ね、勝ててなかったと思いますね。まあ、ダクネに会いたいよりね、ポイズンとかをやっぱ割いていましたね。僕がめちゃくちゃ後ろに出したダクネに、やっぱポイズンこう、残っちゃうとね、めちゃくちゃ厄介なんで、ポイズン打ったことによって、逆にこのドラドラがやっぱ残ったんですよね。ダクネに対してポイズン打つっていうので、しっかりね、ポイズンに入らない位置に、インドラと、こう、ベビードラゴンを出したことによって、残って、最後ね、もうドロドロドラみたいな感じですね。ドロドロダクネみたいな。2周目ダクネか分かんないですけど。って感じでね、今持っていけましたね。危ねえ、正直負けたと思いました。来たー、マッチング。やってきましたねー。さあ、日本の方かな。大阪クランさん。
よろしく。で、これ、ショテラバやっちゃいたいですけど、まあ、丁寧に行きましょうか。相手が何か出してきたら、まあ、それに合わせてラバでいいかな。で、それをダクネで回収して、はいはいはい、まあ、ここはね、一回ね、一回ゆっくり、ゆっくりで。はい、これ、スケラですね。はい、わかりました。ナイトとタルババのデッキでスケラですね。これ、逆サイベビードラスケラが来るか、まあ、来なければ、はい。後ろから組んできますね。これはね、インドラがきついんですよ、この相手のデッキって。僕知ってるんですよね。なぜなら、スケルトンラッシュをよく使うから。でも、やばい。インドラ戻ってきちゃう。やばい。ここはね、タルババを先ほど裂いたことによって、一本折られてしまいました。まあでも、まあなんとかね、したいですね。こう一回ディガー飛ばすけど、まあ防衛されると、いやー、そうなんですね。これちょっとね、いや待って、これ、なんかしちゃってる、なんかしちゃってる、なんかしちゃった？いやでもね、これね、結構きついと思うんですよ。あ、全然か。いや、まあまあまあ、これはね、許して。タルババがね、あればね、余裕でさっきの最初の戦守れてたと思うんですけど、いや、それを分かっていての最初のタルババだな。はい。やばいやばい、花羽さんの見ていて、ちょっとなんか混ざってきてる、やばい。最近、花羽さんなんかすごいんですよ、なんかあの人の動画。そう。まあ、めちゃくちゃ癖が強いですね。ちょっと面白いですよね。ちょくちょく見てるんでね。皆さんもぜひ。すごいですよ。なんか、ね、なんか取り込まれてしまいそうな。よいしょ。ここはインドラと、まあ、なんかベビードラとか後ろとか来ないか。で、ここでトルネードプラスポイズンで、あれですね。この爆破で、ここを処理していくって感じかな。はいはいはい。ベビドラ残りました。まあ、防衛ポイズン使っていますので、単純にこれがきついと思いますね。これは端前ですね。このダークネクロに合わせて、アイスイートチャッチとかしたいですね。OK。ボムタワーもどかせば、ラバのダメージ入りますので、まあ、間に合うかが勝負ですね。ここ、追加して、サンコスティガーですね。ここです。ベビードラゴンまで最後まで追加するの大事ですね。オッケー。いやー、苦しいか、これもしかして。これ、さては苦しい。さては苦しいですね。え、やばい。なんか普通に勝ったと思ってた。なんか、負けちゃいましたね、これ。間に合わない気がする。時間が。で、最後は、ディガーポイズン。あ、間に合わない。間に合って。いや、これは、ちょっと、左側1400まで削ったのが、ちょっともったいないですね。いやー、これ最後負けちゃいましたね。いや、これはね、僕がね、勝たなければいけないやつだったんですけど、まあ、あれですね、1本おられたのがちょっとよろしくなかったっすね。まあ、はい、という感じで、まあ、勝率は7割ですので、3回負けましたね。はい、という感じで、まあ、これ、ヤンナームとかね、積まれるとちょっとまた変わってくるんですけど、まあ、よければね、こちら。ラバーダクネでございます。今、いろんなダクネ流行ってるんでね。はい。結構ダクネ系には強いと思いますので、ぜひ、お使いください。というわけで、よければね、チャンネル登録と、高評価もね、していただけると、嬉しいです。コメントもね、ぜひ、待っておりますので、多分ね、本日2本あげますので、てか最近毎日2本あげてます。よければ、はい、そちらのね、動画もチェックしてください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。